アイドライジングは広沢榊による日本のライトノベルである。電撃文庫から観光。イラストはカテグが担当している。同名の第一作が第十七回電撃小説大賞、金賞を受賞、著者のデビュー作でもある。電撃文庫マガジンと電撃模様の西にて小説が連載中。電撃ジーズコミックにて二本のコミカライズが連載された。 科学技術が発展した近未来の日本。そこでは、アイドライジングと呼ばれるものが人気を博していた。それは、各企業の科学技術の枠を集めて作られた、バトルドレスに身を包み、アイドルたちが戦うステージで、人々から熱い支持を得る一大エンターテインメントである。そんなアイドライジングに飛び込んだ少女、アイザーモモ。彼女は、とある理由から、 アイドライジングに勝利することで出る賞金を求めていた。若手女性プロデューサーの大田斎と共に、恵まれた体育とひたむきさを武器に、アイドライジングでの戦いに挑む。声は、電撃文庫マガジンボリューム18付録、豪華声優人第17回、電撃小説対象コラボ CD における声優、桃が所属する会社、その一部署で、 アイドライジングへの活動が行われている。宇田川曰くアイドル代行会社。自前でアイドルを養成するだけの余裕がない企業にアイドルを派遣する会社である。現在の社員は代表である宇田川のみ。アイドライジングの舞台である会場と死に来家内の交通網の一つ、リニアトレイを運行する鉄道会社。鉄道運行に必要なエネルギーも自前で賄っており、それは 二雷カナ以外のゴミ焼却処理場から出る電力によって実現している。滝遊園のスポンサーである、祭崎エリーが所属する企業。二雷カナを守る高度な気象予測システムを開発、運営する会社。電子機器製作を主体としたエレクトロニクス企業。製薬会社。二条レンゲのバトルドレスを開発した。ありがとうございます。